おはようございます、レイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は静岡県の伊豆半島と山梨県の富士五湖。伊豆のうまい魚と初めて食べる山梨県の郷土料理、そして美しい湖畔と日本の名峰富士山、それに世界文化遺産もアーンドナギの未体験ゾーンまで、初めて体験する静岡県と山梨県の心地よい風、秋の晴天、2泊3日キャンピングカー車中泊旅、本日よりスタートします。よろしくお願いします。おはようございます、ペイです。今回は初めての伊豆半島へ行ってみようかなと思って今車を走らせています。旅の予定は伊豆半島の下田港に行って金目鯛を食べる。で初めての富士山を見に行こうかなと、はい、思ってます。本当に初めてよな、富士山。富士山初めて。あの通過して高速道路とかを走ったりして見たことあるんですけど、もう富士山を目的に行くっていうのが初めてなんで、まあ、ちょっとね楽しみなんですよね。一度ね見てみたいなと思ったんですけど、でもあのずっと行かなかったのはやっぱりね混んでるかなと思って、伊豆半島もそうですし、やっぱ富士五湖もそうなんですけど、やっぱりね関東圏ってね関西の人間からしたらなんか混んでるっていうイメージがやっぱ東京に近いとね混んでるかなって思うんで、なかなかね行けなかったんですけど、今回はね天気も良さそうなんで、秋のまあ秋っていうでもね、もうちょっと前までね、前回の動画までね、あの暑い暑いって言ってバッテリーなくなったとか言ってたのに、本当に寒くって、もうさっきも滋賀県の土山でね、まんまりに寒くってあったかいものを食べたんですけどね。今はここは岡崎ですね。岡崎って愛知県かな。さっき名古屋の橋を渡った時に綺麗な夜景を見たんで、多分ここは愛知県だと思います、岡崎。はい、自宅は8時前に出発したんで、もう4時間ぐらい走ってきてるんですけど、ちょっと渋滞がねひどかったな。で渋滞がひどくって、でちょっと時間かかったんですけど、今夜の目的地は静岡県の敦賀沼津サービスエリアで、そこまでねなんとか走りたいなと思ってるんですけど、まだね200キロぐらいあるんですよね。でやっぱ2時間半ぐらいかかると思うんで、今12時半からやっぱ3時とかになっちゃうんで、ちょっとね行けないかもしれないですけど、まあどこまで行けるかわからないですけど、頑張って走りたいと思います。まああのもちろん安全運転に気をつけて走っていきたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。今回は金目鯛と富士山です、おそらく予定では。今回はバッテリーは大丈夫だと思います。満車って、あ、やっぱ満車なってんな。ちょっとゆっくり行って出る車を。すげえ。この付近薬草注意エリアです。こうなってるよ、向こう側が。開いてる開いてる、そこも開いてる、開いてるとこ。かえちゃん、はい、ここは掛川パーキングエリア、はい、ですね、目的地は駿河沼津サービスエリアだったんですけど、100キロほど足りず、もうね眠くて、もうちょっとねあの危ないなと思って、もうここで今日は車中泊させていただこうと思います。で、ただいまの時刻は2時かな2時ぐらいだったと思います、多分。はい、2時ぐらいだったと思います。はい、もう今日は寝ようと思います。で明日ですね、下田までの距離がねかなり残っちゃいましたけどね、朝早めに起きて出発して、でお昼ご飯をね下田で金目鯛食べさせていただきたいなと思ってます。はい、じゃあ今日はもう寝ようと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。
さっき外でねお話しさせていただいた時は2時ぐらいかなと思ったんですけど、もうね時刻は2時43分ですね。もう寝たいと思います。はい、じゃあおやすみなさい。なんかこっち来て。お尻だいぶ出てんな。あれカバちゃんどけなあかんな、これカバちゃんがあるためにナギが入られへんみたいになってこれあかんな。おはようございます。今は朝の7時過ぎですね、はい。3時間半ぐらい寝ました。これからですね下田漁港へ向かいたいと思います。美味しいキンメダイね、はい、食べたいと思います。でもねもうちょっとね寝ようと思ったんですけど、なんすかね、毎日だいたい6時ぐらいに起きてるんですけど、やっぱその時間になったら目勝手覚めますね。これが年齢っていうもんですかね。前はね、前っていうかもう少しね、十何年か前はねもうちょっと寝てられたんですけど、もう全然ね眠れなくなっちゃいましたね。もう時間通りに起きるようにどれだけ遅く寝てもなぜかその時間にはパチンみたいになりますね。この気持ちをお借りの方もたくさんいるかなと思いますけど、はい、じゃあかいちゃん、はい、出発しましょうか。金目鯛めがけて、はい、じゃあ行ってきます。実際の道路標識を確認し、逆走にご注意ください。もう少しで長泉沼津の出口を出ようと思います。あと10キロ弱ぐらいですかね。さっきねお伝えした FF ヒーターのパネルがつきっぱなしになってたっていう電源がですね、 FF ヒーターのパネルがねずっとね点灯してるんですよね。でかな、これ消えたと思ったらまたつくんですよね。これで、まあ、FF ヒーターがついてるわけではないんですけどね、もしこれ FF ヒーターがつくとするとここがね緑に色のランプになるんですよね。でも今ついてるわけじゃないんですけど、パネルがねずっとついたままなんですよ。普段は消えてるはずなんですけどね。 FF ヒーターのディスプレイの電気が入りっぱなしになってたんですね。でそれをねさっき家内がね説明書を読みながら戻してくれました。もちろん後ろでシートベルトをして締めて裏向きにこうやってくれてたんですけど、はい、でそれ説明できますか。説明できない。自分はちょっと説明書も読んでないんでわからないんですけど、正直なところはおそらくですけど、まあ、ボタンを仮に押したとしたらそれが点灯してる時間が決まってるんだと思うんですね。でもそれがなんてかわからないんですけど、まあ、それがねどうしてかが分かればよかったんですけど、その点灯する時間がずっとつきっぱなしみたいな、スマホで言ったら何秒でスリープ状態にするとかそういう感じだと思うんですけど、それが多分もうスリープが解除されちゃってずっとついたままっていうことだったと思うんですね。まあ、どうしてそんなことになったのかわからないんですけど、それを自動で画面が消える状態にするっていう設定があったみたいで、そっちに家内が戻してくれたんで今は消えてるみたいです。じゃあもう少しでね長泉沼津、これ長泉でやってんのかなの出口を出たいと思います。
母ちゃん、はい、ここは、はい、天城越え、どうぞ。蚊が炸裂していいですか。炸裂な、この空気のいい場所で。ここは道の駅天城越えなんですけど、来るまでにこの天城越えっていう文字を見た時に、これは歌わなあかんって言って、あの車の中では大変なことになってました。ちょっとね、あのトイレ休憩させていただいて、あのそのまま下田港を目指そうと思います。はい、じゃあ行ってきます。だけど峠道も結構荒れててな、なんか結構ガタ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 、キャンピングカーはちょっと辛いなっていうような上から荷物落ちてきましたね。下り坂上り坂でぐにゃ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 しててみたいな、それで道も荒れてたんでちょっと辛かったですけど、でも間もなく中島です、まあ、いい街ですね、左方向、綺麗な街ねえ、200メートルで目的地周辺です。わーすごいな、ね、わー港の本当の前なんやな。これが下田漁港か。この信号、下田漁港じゃない、下田港っていうかな。下田港、まあ、けど下田港っていうか。綺麗だね、なんかちょっと松島みたいな。ああ、ちょっと感じが似てるね、確かに。ここに入らないと、あかんのちゃうかな。屋根があるの向こうは。向こうはそう、高さが制限があって、それを通れないら、ね、ここに止めるんだ。あ、そういうことね。かいちゃん、はい、道の駅海国下田港に着きました、はい、あ、まあ秋やな、ほんまになんか秋の空ですね。すごいね、来るとき道中の空がすごく綺麗で、本当に、うん、秋だなっていうふうに思いましたね。で、やっぱ初めて来るからかな、なんかうわこれもあれもみたいになったらあっという間にねここまで来ましたね。まあ普段はねやっぱ知ってるとこ初めてのあここかとかって思うんですけど、やっぱ初めてのところって面白いですね。キョロキョロしながら、キョロキョロしながら、本当にキョロキョロしながら、ね、ナギになってましたね、うん、3人で今からですね金目鯛食べに行きたいと思います。で珍しく時間通りに11時をね目標に来たんですけど、まあ、11時ちょっとだけね過ぎたぐらいですから、もうほとんど時間通り予定通りです。珍しい本当に、はい、じゃあ行ってきたいと思います。楽しんできます。この道の駅は車高が 2.5 メートル以上の車はこちらの大型専用の駐車場に止めないと入れないんですね。なので私のコルドリーブスもあそこに奥に止めさせてもらいました。ここです、決めて、もうここにね来たかったんですよ。よかった。もうなんかもう焦ってどんどんね人が入っていくんで、もう焦る焦るの、なくなんないかなじゃあ食べに行ってきます。これ
と金目の三色丼と、金目の姿に、これでいいですね。はい、207番ですか。はい、207です。207番こちらですね。はい、お待たせいたしました。やっぱ。わお。あーちゃん、いただきましょう。これやばいな。目覚めた。これやばいな。すげえ。すごい。いただこう。目がでっかいんだね。ちょっと想像してたとは違うぐらいだ、ね、すごいな、ね。はい、じゃあいただきましょう。はい、これで母ちゃん、はい、どうですか、美味しい。うん、食べてみてください。美味しい、すごい。いただきたいですね、これは。じゃあ、いただきます。これはね、これはやばいです。これうまい。うまい。これは。あー、目だ、これ。もう目食べるの楽しみ。うまいな。これはうまいよ。はい、じゃあ、はい、はい、金目、はい、どうぞ。うまい、そうか、マッサージな、これ。これがどれで、これがあれって、俺全然分からへんねんけどな。金目のこんなの初めて。初めてやな。じゃあ、金目鯛、いただきます。うまい。初めてやな、ほんとだね。うまい。うまい。うまい。ちょっとなんかでもやってみる。あ、まだこれ美味しいわ。あ、食べたよ。あ、食べた。あ、そうなの。この緑のコリコリがね、美味しいけど、ね、これになんかあの、こんなんか。鼻が入ってるんでしょ、あ、ほんまやな、スリムやな、これ。これでっかいの、これは。だからね、この分厚い、この身。うん、本当ですか、これ。わかるか、これぐらい。うまっ。母ちゃん、はい、決めて、はい、どうでした。めっちゃ美味しかったです。めちゃうまかったです。ほんまにうまかった。美味しかったね。美味しかった。大きさにもびっくりしたけど。あ、なんか想像以上に金目鯛って美味しいんですね。うん、まあ、食べたことはあったけど、うん、やっぱ冷凍とかなんかな。お刺身は初めて食べたね。うん、お刺身初めてだし、うん、あんまり売ってないよね、スーパーとかに。売ってないね。まあ、食べたことあったんですけど、こんな美味しいのは初めて食べました。うん、いや、もう、あの、でお店の中もね、最初混んでるなと思ったんですけど、うん、回転が早いのかな、早いね、だからね、あのすぐにね席も空いて、あの全然あのなんか プレッシャーあるじゃないですか。なんかこう早く食べなみたいな、そんなこともなく、うん、あの店員さんも結構ゆったりと構えてくれるから、ね、あのよかったです、うん、本当におすすめです、うん、はい、おすすめです。じゃあやっと金目鯛食べれてお腹いっぱいになったんで、ここから伊豆半島楽しんでいきたいと思います。
それ何？これさっきのビスケット、道の駅違うな、うん、ああ野菜屋さん、地元の人が買ってたところで、うんうん、これなんか全然シンプルなものしか入ってなくて、うん、パンとかもね、ビスケットなクッキーなんか、うん、手作りクッキーでなんかちょっと美味しそうだったから。10月今日は何日、ここへ来るまでの道が峠道だったんで、こんなになって落ちてました。なんかガチャン言うたもんな、言った、何かなと思ってたら、手作りクッキーなんか、いただきます。お茶しかないですけど、うん、めっちゃシンプルな味だね。あ、そうか、うん、昔に食べてたクッキーみたいな。あ、でもあの何も本当に入ってないから、うん、そんな感じかも。一歩前これはさ、ね、やっぱこういうとこ来たら興奮すんねんな、うん、すごいなんか、うん、初めてのとこでまだまだあるんだよな、うん、歩けたり歩かれへんかったりやな、うん、歩くの慣れるしかない。敏感すぎるね。もう本当に。もうええっちゅうねと思うけど、どうにもできへんやん。どうにでも、俺も泊まりたいねみたいになってんねん、多分。でも、何やね、これ何や、見たことないってなるんかな。なるよな。正直やね。うん、どこやな、でも、うんうんうん、本当リゾート地って感じ。そんなに混んでないね。もっとびっくりするぐらい混んでると思ってた。混んでると思った、うん、でもこれ箱根の方上がっていったらすごいよな。熱海箱根の方、あ、熱海の方いいとこだね、なんかいいとこ、美味しいご飯食べて、うん、まや、お船乗ったりとかね、なんか無事金目鯛が食べれてよかった。いや、ほんとね、ちょっと焦ったね、なんかいっぱい人入っていくし、なくなりましたとかってあるもん、ちょっと混んでると思ったからな、最初、うん、整理券とか配ってるとこもあったよね。ああ、そうな、うん、なんか、うわ、食べ、ここまで来て食べられへんの辛いなと思ってねえ、よかった、よかったね、美味しかったし、ね、美味しかったね、うん、味付けも上手だし、ちょっとさ、なんかこういうの言ったら期待外れの時あるやん。あ、そうやね。でも今回は全然、うん、全然もう期待通り以上かな。期待通り以上だね、うんうん、美味しかったわ。あんな立派な大きい金目鯛はね、うん、またバイクですか。もうしばらくおったやん、そこにずっと。今道の駅開国下田港を出ました、はいはい、で、これからですね、女王ヶ崎海岸だと思うんですけど、そこに吊り橋がね、多分すごい有名な吊り橋があると思うんで、そっちへ向かって走っていきたいなと思ってます。それがね、ここから40キロぐらいなんで、はい、まあ、1時間ぐらいかかるから、多分今1時45分なんで、まあ、3時ぐらいかな、多分、うん、3時ぐらいになると思います。で、そこで海岸、そこで吊り橋を渡って、で、まあ、そこはね、ナギも多分行けるというふうにネットでは見たんですけど、はい、ナギと一緒に行きたいなと思ってますね。その後ですね、ちょっと夕日には早いかな、でもちょうどいいぐらいになるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、混んでるとは思うんですけど、温泉に、はい、行きたいと思います。で、その温泉から海がね、すごい綺麗に見えるはずなんですけど、でもね、よく考えると、うん、海側の方向はね、朝日の方向かもしれないと思って、こっちって朝日じゃない。夕日って向こうやろ、多分。伊豆半島の向こうに沈むと思うねんな。逆じゃないかなと思うんですけど、まあ夕方の時間にね、お風呂に入って、でお風呂に入ってから伊豆半島を戻っていって、で山中湖の手前ぐらいにある道の駅で今晩は車中泊をさせていただきたいなと思ってます、はい、で明日から富士山満喫みたいな感じが嬉しいなと思ってます。はい、じゃあまずは城ヶ崎海岸行ってきたいと思います。はい、こちらが、すごい、
かーちゃん、はい、ここは城ヶ崎の、はい、吊り橋のあるところですね、うん、はい、多分あまりよく分かってないんですけど来ました、はいはい、であの吊り橋が多分あると思うん でそこにワンちゃんと一緒に行けるんで、うん、凪も連れて行こうと思います。ワンちゃんいっぱいおったね、もうね行ってたね、うんうん、でね、ここに来るまでにね愛犬の駅っていうのがね、うん、あるんですよね。でそこに寄りたかったんですけど、もうね、そこ5時で閉まるんですけど、うん、ここも何時までやってるのか分からへんから先にまずここに来てからもし時間があったら寄ってみようかなと思うんですけど、多分ね閉まってると思うんですね、はい、じゃあ吊り橋の方行ってきます。結構こんなトレッキングコースみたいな。マジで？これやな。あ、でも吊り橋こっちで書いてある。800メーターだからな。うん。ちょっと間違えたな。1キロも歩くよ。マジ？普通変えてこなかったな。こんなキャンピングカーで運転する時用の靴で行こうと思ったんですけど。1キロぐらい歩くねんな。1キロというか往復で2キロぐらい で、うん、で結構下がね岩と濡れててぬかるんでたんですよね。 石もあったしね、うん、ちょっとね足首がもう自分は弱いんでちょっとわざわざまた戻ってもらってただ履き替えに来ました。もうほんとすぐね足首すぐこんなんなるんですよ。怖いんで、もう帰れ、運転できなかったら母ちゃんの運転やったら20キロで高速走る。自転車並み恐ろしい。で、途中で間違いなく寝ると思います。よいしょ、はい、はい、すいません、はい、行きましょう。母ちゃん、はい、ここに駐車場あるけどね。なんかね、靴まで変えて歩いてきたのに、もっと手前に駐車場がね、あったっていう。そんなことある？そんなね、なんかちゃんとした駐車場がね、あるんですよ。だからもし来られる方は、こちらの方へ。ご利用ください。めっちゃ歩きますから、本当に。それも足元悪いです。上り坂、下り坂、石でけつまずけそうなってたね。何回もこうみたいになりましたよ。飛んでたもんね。何これマジ。じゃあここの駐車場はこれかな、伊東市門脇駐車場かな、場、はい、じゃあ吊り橋渡りましょう。ここはもう、はい、これでも結構怖い。めちゃめちゃ怖いね。あ、無理、結構無理。今城ヶ崎の吊り橋を渡ってここまで来ました。ナギ、はい、はやっぱりね人混みがダメですね。みたいになってきました。もう私の左手はちぎれそうでした。綺麗ですね。あ、綺麗です。こんな感じ。ずっと乗ってたら運動せえへんから、おいで、はい、お座り。
その信号の向こう側にあるのが愛犬の駅っていうところで行ってみたかったんですけど、今回はね時間が間に合わなかったですね。あのお店は5時で閉店なんですね。で今の時刻は5時14分なんでちょっと間に合いませんでしたね。母ちゃん、はい、ここは愛犬の駅、はい、ここ来たかったんですけどね残念ながらね、5時までなんですよね。で今5時15分ぐらいなんですよ。で、ね、間に合わなかったんですよね。残念、まあ、ちょっと駐車場が空いてたんで、どんなところかだけ見に行ってみたいと思います。ここも入れるのかな。そうそう、ここの中入れるね。すごいね。あれ空いてる、もしかして。空いてるね。空いてるのかな。開いてるね。開いてる、うん、入れんじゃん。あ、入れるかも。あ、まさかまさかの間に合うか。なんと開いてました。ラッキー。おお。なんか初めてやからね。ぜひ大丈夫よ。大丈夫大丈夫。行こう行こう。なーに。初めて来たね。待て。どこ、これぐらいの大きさか。待て。行けへん。ほんまやな。あ、行けるかも。行けるん。ちょっとちっちゃいかな。耳に入るかな。これでいい。やろ。ちょっとこっち見て。やっぱちょっとちっちゃいな。多分もうちょっとこうなるんちゃう。そうなるよね。ちょっとちっちゃいな。やっぱ L か。ここ着てみたくて。よかったね。やっぱり手に取って見れるっていいな。そうそうそう、いいですね、うんうん、こんなとこですね。すごい、お店の中にも一緒に入っていくことができます。あー、なんか嬉しかったな。ナギとお店に初めて入ったね。初めてお店一緒見た ね最初なんか、いや、僕入ったかのちゃうのって入ろうとせえへんかったね、最初ね。じゃあ行きましょうか。はい、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 じゃあ温泉行きましょう。